最終階級は、海軍中将。1892年3月24日、父、安倍修二、母、鶴野逸夫として、山形県東田川郡、押切日田村に生まれる。実家は、味噌、醤油の醸造業を営む。省内中学校を経て、1912年7月、海軍兵学校を卒業し、翌年12月、海軍省委任官。 第一次世界大戦では、役も乗組として、陳太を攻略戦に参加した。1919年12月、海軍砲術学校高等科を卒業し、以後、砲術畑を歩む。山風、秋風の、各砲術長、道の区分隊長、山城、浅間、長門の、各副砲長、海兵教官、中、足柄、春名、日向の、 各法術長を歴任。海軍大学校講師を3度受験するも、2次の高等試験を通らず不合格となり、1次は海軍を辞めようとまで考えたこともあった。1932年12月、法術学校協会となる。役職は官職と見られていた、戦術課長であったが、ユナイテッドステーツネイビー、シップガンリードリルズの前半部分を、 翻訳研究した。これは後に、真湯澄春夫大佐が作成した、軍艦戦闘部署標準の完成に貢献している。1934年11月、海軍大佐に進級し、給油艦、エリモ特務艦長、ジンズ、中、天竜、三熊、明光、比叡の各艦長を務めた。比叡艦長時には、 高松の宮信人新郎が法術長として勤務した。また、日本海軍最後の特別観艦式となった1940年10月11日実施の期限2600年記念特別観艦式において、比叡はお召し館となり、昭和天皇を迎えている。同年10月、法術学校分校設立準備委員長を命ぜられ、11月、海軍少将に進級した。 新しい砲術学校は、千葉県立山市郊外神戸村に建設され、1941年6月1日、立山海軍砲術学校として開校し、初代校長に任じられた。立山校は陸戦に関する兵器、技術の研究開発、陸上戦闘要員の教育訓練を目的とし、陸戦、対空、科学兵器の参加を置き、海軍予備学生の基礎教育。 新設の陸戦隊、防空隊、警備隊の連成訓練を行った。1942年2月2日、第4艦隊司令部付けとなり、同一日、第6根拠地隊司令官として任命された。前任司令官の八代祐吉少将が、マーシャル諸島クエゼリン艦将の司令部において、2月1日に、米軍機の空襲を受け戦死したことにより、 急遽発令を受けたものであった。第六根拠地帯は、日本海軍の東端の、北は、イ木島から、南はナウルに至る広大な防備区域を持っていたため、司令官としての進路から、着任時には黒かった。安倍の頭髪は、約2年後の離任時にはほとんど、白髪となった。1942年8月17日、ギルバート諸島マキン艦ンに、 米海兵隊、約220名が、奇襲攻撃を行った。日本軍守備隊は、約70名であり、主力の、約40名は戦死し、抵抗を止めたが、その反撃が激しかったことと、夜間のため米兵の同士打ちなどのため、日本軍の増援部隊が到着した時点ではほとんど、撤退し、9名の米兵が捕虜となった。捕虜は、クエゼリンに連行され、 第61警備隊長者に収容した。尋問後は内地へ移送する予定であったが、戦局の悪化により、戦便も少なく止め置かれていた。10月に入ると、米軍の侵攻に備え緊張が高まり、捕虜の扱いを早急に決定することが迫られた。第6根拠地帯司令部は、その扱いを大本営及び第4艦隊司令部に、何度も指示を仰いだが返答がなく、 たまたま視察に訪れた大本営参謀岡田貞友とも海軍大佐に安倍が意見を求めたところ現地で処分するよう指示を受けたそのため9名の捕虜は1942年10月16日に処刑されたこれは戦時国際法に反する行為である1943年11月軍令部出資を命ぜられ12月27日再び 立山法術学校長に着任した。1944年7月以降、法術学校は、本務以外に、立山警備隊の任務も兼ね、周辺の砲台の構築、対空防備の拡充を図り、軍事施設の攻撃への対空戦闘にも対処した。1944年5月、海軍中将となった。1945年春には空襲と、 敵前上陸の危険性から、砲術学校を日本海側へ移転することが計画されたが実現せず、4月25日に横須賀港の分校に降格されたことに伴い、安倍には佐世保陳府付,付の発令があり、さらに佐世保警備隊司令官兼佐世保海兵団長、7月には佐世保連合特別陸戦隊司令官を兼務し、終戦を迎えた。同年10月15日、 予備役に編入された。1946年1月か2月に、第二副委員長から呼び出しを受け、その際、クエゼリンでの米兵捕虜処刑については、現地司令官に責任を負ってもらいたいとの意向を受けている。連合国側から3月3日に出頭命令を受けた際、自決せず先般裁判を受ける覚悟を決め、菅もプリズンに収容された。3月21日、 グアム島に移送。裁判は、米海兵隊が主催した。5月6日に起訴状がで、5月15日に改定し、5月22日に決審し、公主刑の判決が出された。安倍は、裁判においてほとんど発言を行わず、その攻めを進んで受ける覚悟であった。同年6月19日、刑が執行され、遺書は遺族に届けられたが遺骨は返還されなかった。 55歳没。事件当時の第4艦隊長官であった井上成美は自分の責任を認め、安倍の息子の同期生に本当に申し訳のないことをしましたと伝言を依頼している。井上成美、兵学校の教え子たちとの交流、官報第451号、女任を呼び、事例1914年1月31日、官報第1040号、 女人及び、事例1916年1月22日、官報第1930号、女人及び、事例1919 19年1月11日、ありがとうございます。